ありがとう。はい。完成したわ。いただきます。ごちそうさまです。脂肪が筋肉にレンズ変わりつつあるのか。うん。キープ。じゃあ行ってきます。もんちゃん、ありがとう。はい、食べましょうか。じゃあ、いただきます。今、焼き肉だ。ごちそうさまでした。ありがとうございます。今週も、昨日できなかったからさ。はい、だね。今週も、ぐっちゃ。ぐっちゃ、ぐっちゃ。ともみちゃん。はいよ。昨日は、ごめんよ。こちらこそ、ごめんね。ちっともこっとあった。言い過ぎたよ。家事いっぱい任しちゃってごめん。それが見えないストレスになってんだわ。そんなことはないよ。今日でさ、はい、オリンピック終わっちゃったけど、はい、総合的にはどうだった？いや、オリンピックとても素晴らしかった。うん、なんか印象に残ってること、一つある？一つにまとめるとしたら、一つじゃなくてもいいんだけどさ、なんか印象に残ってることあるか。まあ、ちょっとアスリートがさ、今までの大会で一番メダル取ったっていうことでさ、あ、日本のね、はい、はいはい、純粋にアスリートたちは本当に拍手だし、7万人だっけのボランティアの人も本当にお疲れ様でしたと。ビッグアップだね。ビッグアップって思いますね。これは印象に残ってんのはね、うん、やっぱ予想したいよっか。はい。スケボーでしょ。はい。ああ、だったわ。感銘受けてたもんだって。じゃあスケボーと、うん、あ、1個だけじゃないわ。2個いいの。2つあるんだわ。あれな、じゃあもう1個。さっき言ったじゃん、だって1個じゃなくてもいいよっつって。うん。あとね。いいよ、言っても。何だと思う？もう1個は。バスケか卓球。女子バスケ。スケートボードは、うん、やっぱ新世代のそのスポーツっていうか、うん、でもなんか他のバレーとかバスケでも結構なんか見られたけど、やっぱこうお互いをさ、こう称え合うっていうか、うん、やっぱそれは世界どの競技にもまあ通じてたのかもしれない、うん、もしかしたら、うん、お互いがいいメイクができたらこう喜ぶっていうかさ、うん、確かにあれでもあったよ、高飛びでもあったよ、うん、高飛びジャンプのさ、スイミングのやつ、うん、ダイビングか、うん、だからそういう意味でライバルであるんだけど、やっぱ、うん、その競技のファンっていうか、うん、そうだね、うんうん、いい競技ができた人はには拍手を送るっていうさ、うん、そういうなんだよあいつみたいなさ、うん、
そういう失敗しろとかそういうことは多分考えてなくて、うんうん、っていうのがやっぱみんな素晴らしいなと思って、うん、あと女子バスケやっぱこう、うん、なチームワークがすごい良くて、そうだね、やっぱアメリカがちょっと強すぎだねあれは、うん、あの日本も素晴らしいんだけどアメリカはこう絶対決めるっていうそのシュート、ちょっと別格だよね、うんうん、その何があっても決めてくる、うん、そのたとえきついマークがあっても決める、そこの決めるっていうところだけ考えてるっていうか、うんうん、それがすごいシンプルだって感じたっていうか、うん、なるほど、シンプルなことをやってるアメリカが一番、うんうんうん、確かにね、そのセンターに回して絶対決めるとか、うん、その絶対決める2ポイントを重ねてすごい得点になってるっていうか、うん、そうだね、うん、だから日本もすごいんだけど、そのなんかちょっとちょこまかしてるっていうか、うん、やってることがちょっと複雑すぎるから、うん、なんかパスミス起こっちゃったり、うん、そういうなんかちょっとしたミスでなんか肝心なところで決めれなかったりするっていうのがなんか差を感じたね、うん、どう女子バスどうだ、女子バスケは解説の人も言ってたけど、アメリカは本当別格だから、うん、同じ土俵に乗ってたら勝てないから、うん、やっぱりああいうバスケになったのかなって私は思ったかな、うん、だってスリーポイントなんてさ本当に一か八かで投げるっていうかさ感じだしさ、うん、あのスリーって投げるとさ、あの根元に当たると大きく跳ねちゃったりしてリバウンドすごいしにくいわけよ、うんうん、リバウンドすごいしにくいから、なんかまあリバウンドはしない手でもう一か八かで投げるっていう、それであんだけ決めるっていうのは本当にすごいなと思ったかな、うん、まああとはまだパラリンピックがあるから、うん、パラリンピックはちょっと私の中で本命だから、うん、はい、なんか楽しみな競技あるの、まあ、全部楽しみだけどさ、うん、パラリンピックって普段はさ、あの海外から見るとさ、うん、パラリンピックって放送されないからテレビで、うん、で結果だけ来るじゃん、テニスのさあの選手とかだけど、実際実物をほとんど見たことないから、それが一競技一競技楽しみだね。本当に放送されんの、あのオリンピックの見たく、まあ、されなかったら今度ネットで見るかな、ね、まあそんな感じで今日は、はい、また24日、はい、火曜日からやるの、はい、すげえ中途半端だね、はい、じゃあ今日はそんなところで寝ますか、はい、じゃあおやすみ。おやすみ。